エルザゲームチャンネルへようこそ。皆さんは冒険の旅は好きですか？僕は冒険するならなるべく危険を犯さず、できる限り逃げ回って旅がしたいです。今回はそんな突如冒険をする羽目になった主人公の旅を体験できるゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはオーシャンズハートというゲームで、パッケージを見た時にあれ大丈夫？と某大手のゲームを彷彿させる感じだったので、ちょっと不安を感じながらもプレイをしてみたいと思います。では早速やっていきましょう。タイトルにオーシャンってつくぐらいだから、海を舞台にしたゲームになるんじゃないかなと思います。よく見る田舎にいる主人公って感じかな。こちらの島からスタートみたいですね。色、髪が長くなかったらまさにリンクだね。主人公はこの女性みたいです。はい。で、操作的にも昔のゼルダって感じだね。2D 版のゼルダって感じかな。スペースキーを使って世界とつながろう。スペースキー。とりあえずあれだね。1階かな。マローだって。ティリアン、聞いてくれ。私たちを悩ませていた桟橋のシラサギの群れがようやくいなくなったんだ。おお、シラサギか。ほっとしたよ。そうだ、もし時間があるなら丘に行って洞窟の秘密の貯蔵所からウイスキーを取ってきてくれ。お酒なんだ、酒場なんだね、実家。いや、ティナリー、あ、ティリアか。洞窟はこの島の北側にあると。はい。で、最初は、そうだね。冒険のきっかけはお使いって感じだね。よくある定番だね。で、思ったよりドットが綺麗でいいね。保管場所は丘の上みたいだけどね。この道でいいのかな？はいはい。保管場所ね。どうやってしがみを通れたのかしら。剣で刈り取って。あ、剣がないらしい。昨晩ヘーゼルの家に剣を置いてきたのかな？はいはい。剣を置いてきたとまた物騒なね。てか剣持ち歩いてんだね。人がいる。あ、この人だった。ヘイゼル。はいはい。はい、ありがとう。剣を手に入れた。昔自分も父さんのように人々を守りたいと言ってもらったのだ。酒場口に置いていったわ。今日はお父さんが平和戦団の訓練を受けるの？モンスターの株の剥ぎ方とか？いいや、今日は使い頼まってるのと。はいはい。ウイスキーを取りに行かなきゃ。なら剣渡せてよかったわ。洞窟の入り口で満作の茂みがあるからねと。はいはい。剣で刈り取ったら花を拾うの忘れないで。薬作りに利用できるの、自分用に一つを持っておくといいわ。朝シャキッと目が覚めるからね、寝ぼすけティリア。攻撃は意外と横に広いね。で、振るのめっちゃ早いね。あ、これはいいね。あとは、あ、伝統の草刈りできる。できるんだね、これはね。じゃあ、早速、洞窟行っちゃいますか。じゃあ、ザクッとやっちゃいましょう。ちなみに、看板は？あ、切れないか。さあ、枝ゲット。で、アイテムが？あ、あんな感じに表示されてんのか。結構ね、操作的なところで言うと謎で。あ、なんか使えるんだろうね。お、投げれる。壺投げれる。あー、器物破損で訴えられるぞ、これ。これ、あ、なんか出た。果実だって食べるとハートを半分。ハート半分。ちょっとしょぼかったね、思ったよりね。これだけ？あ、壺同士当ててもって感じなんだね。あ、次のマップ一応持ってける。ほらひどいなぁ。しかも死なないっていうね。おぉ、なに。あ、橋が壊れた。地震、それとも爆発？橋を渡っている最中じゃなくてよかったわ、と。さあ、出口を探しましょう、と。アクションボタン。普通の道だね。
いや、落ちた。ああ、一応動かせるみたいだね。さあ、早速敵だね。一応回避があるらしいけど、もうこういう時は連打。モンスターの腹綿、腹綿。腹綿何に使うの？ああ、でも見れないね。腹綿見れないね。あれ？さあさあ、次次。まあ、これ石像を押して、これじゃない？放射の女神の祠があるなんて知らなかった。まあ、攻撃してもって感じだね。ちょっと、錆びれてるけどね、もうね。うわ、コウモリだ。洞窟といえばっていうね、定番の。ほら、よし。タイミング大事だからね。あ、なに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 これ。え？通れないじゃん。あ、すごい。ジャンプした。おい。え？行くしかないってこと？うわ、なんか出てきてるし。出口への道にモンスターが現れたと。はい。平和戦団に入ることは私の夢。倒す感じだね。おぉ。おぉ。いた。一応なんか魔法みたいなの跳ね返せるっぽい。いいね。これ、落ちない？落ちたー！落とせたー。まあ、困った時の水没やね。崖から飛び降りることもある。崖に向かって歩くだけ。はーい。なんか出た。ごぼうの根だって。あれ、意外と、あれだね。いろいろ手に入っちゃうね。これは回復か。なんだこれ。これなんだ。おお、爆発した。爆弾ってこと？押せない。めちゃくちゃ危ないじゃん。てか、めっちゃ変わってるじゃん。どうしたんですか？タラを並べて酒場を守ろうと思ったら、海賊が爆弾投げてきたの。はあ。お父さん、海賊を追ったわ。平和戦団として使命なんでしょ？まだ桟橋にいるはずよ。ほいほい、桟橋ね。やばいやばいやばい。親父どこ？親父。お前が無事なことは分かっていたよ。私のように冷静に行動できる子だからな。誇りに思うぞ。何があったの？みんなは無事？白い砂時計を旗に掲げた海賊が村を襲ったんだ。奴らは山にある古い遺跡を荒らした。我々のほとんどは逃げられた。で、どうしたの？ヘイゼルが山に薬草を積みに行っていた。はいはい。彼女は、海賊は彼女を樽に入れて、遺跡から盗んだ宝と一緒に連れて行ってしまった。なんかあったのかな？平和戦団。そうね、助けに行くらしい親父さん。さあ、お前が守れと。酒場はすまない、ティリア。だが大丈夫だ。奴らは出航したばかり。ヘイゼルを連れて帰るには何週間もかからないさ。何週間か。数日だけお前とリンデンで酒場を守っていてくれ。頼んだぞ。勝ったなぁ。半年。音沙汰なしです。俺さ、調べれないか。半年経ったのか。すげえな。よし、出発するの？ここ数ヶ月ずっと考えてきたの。ヘイゼルとお父さんがまだ帰ってこないから、私が何とかして二人連れ戻すわ。毎晩あなたに皿洗いをお願いしていることだけが旅に出る理由じゃないわよね。父さんが出発して以来、姉さんが頑張って酒場切り盛りする姿はみんなに元気を与えてくれてる。でも私は、とにかくそろそろジャグランと会うことになってるの。彼がヤギの港まで連れて行ってくれるので。港に行くんだね、まずね。はいはい。宿屋に泊まれば回復できると。さあ、ここから冒険が始まるわけだね。ちょっとせっかくなんで、村見てみようか、この村ね。この家では、
あ、クラフトできるね。へえ、クラフトか。なになに、シーカーイ、シーカーイ、名前がもうね危ないんだよな。大丈夫かな。じゃあ次は村の西の方行ってみようか。なんか祠があるね。やばい、なんだここ。海賊は聖域をめちゃくちゃにしたことを忘れてた。爆弾がそこら中に残されている。もう最低。え、何ここ、うえうわー、やあー、なんか宝ある。10クラウン、渋いな。思ってしかもほぼ一撃。爆弾やば。え？いてえ、時間いるのか。痛かったな今の。体力が一番上がっただって。さて探索をねそれなりにしたんだけど、まあ見てもらった2つ以外なかったんで、まあそろそろ親父をね探しに行こうかなと思います。もうね取るもの取ったから、この島には用なしですないですね。ただね、やってて思ったのが、その意外と戻ってこないと手に入れられないものとかありそうだったんで、そのあたりは進行状況次第でやっていこうかな。まず酒場かな。明楽酒場、北西にあるらしい。はい、カイツゲット。お、鍛冶屋だ。武器強化できるね。まあ装備の強化できないんで他見てみようかね。あ、なんか明らかには酒場っぽいところあるね。昼間からビールとか最高じゃん。めちゃくちゃいいな。どうも、どうやら目的があってここに来たみたいね。私の苔を襲った海賊を探していると。はいはい。砂時計の旗を掲げた奴らだね。誰か知ってる？三角形が二つ並んだ旗だろ？ちょっと前に、東肥岬周辺。ああ、もう見えてるんだね。はいはい。東肥岬の祠を襲ったに違いない。ああ、なんか祠巡りしてんのか。髭を生やした背の高い男がバラス港で海賊のことを尋ねてた。海賊を売っている男は情報を得たようだぞ。港か。探し行こっか。よし、マスターから情報もらったし、まあ、準備してバラス港を目指しましょうかね。ああ、これで買えるんだ。45、高いね。思ったより高かった。まああとはお金集める手段もまだわからないから買うのはもったいないな。さあこっち側の探索なんだけど、とりあえず下の方かな。うん、目指して移動をしていこうか。わ、なんかでっかい鳥いる。とりあえず下かな。おお、めっちゃ入ってくるじゃん。お、モンスタージオートだって。いろんな素材あるね。あれ、誰かいるねえ。君、モンスター仕留めされてるの。ああ、早速人助けだ。大型2体いるじゃん。これは1人、え、いけんの。ほら、ほら、うれ、うい、じゃあ、オッケー。結構ピーチだったわ。デリバリーよ。デリバリーじゃないんだね。モンスターに気をつけて。はいはい。声かけてくれる。あー、なんだろうね。海図があれば行ったことのない場所にも行けるわ。へー、海図そんな便利なんだね。
キノコがいる。え、キノコ強っ。意外とね、いけそうなところ多くないんだね。あ、違う方行ってる。そのフェイントは難しくない？マンドレイク。このマンドレイク、めっちゃ見覚えあるんですけど。某ゲームのやつじゃん。お前、斜め無理だろ。ん？やった。幽霊層だったっけ？おう、下を通り。うわー、ここなんか、ね、爆弾とかで壊せそうな雰囲気あるよね。いい！そんな。爆発痛いね。キノコはちょっと違うのかな。あ、潮の森。あ、さらに下行ける。行ける。よしよしよし。あれ、まんま井戸に入れそうな雰囲気が。俺は入る。いた。着地成功。うわー、これ絶対落ちるよね。あー、なるほど。いない。あちょっと、難易度高くね。ほら、落ちるんだよなー。ういー、いっと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 いっ、なに君。あ、いたー。いやー、それは卑怯だと思います。ほらほら、瓦礫反応するのやべえな。よし。あ、また鉱石だ。装備品の強化だね。くっ、あー、マジで、マジで痛い、マジで痛い。よし、よし。あ、あーってなる。いやー、全体的に、主人公弱すぎねえか？これ、こっちかな？なんか海賊の旗っぽいのがあるけど。大丈夫かな。まあ、大丈夫じゃなさそう。うん、痛い。全然バラスコーンにつけないんだけど。え、パン使いたくないな。あ、なんか来た。お、さらに下。なんか雰囲気変わったね。あ、いたー。そう来たか。そう来んのか。もうボッコボッコじゃん。もうずっとやられっぱなしだよ。お前はもうマジで。ああ、え、あれ絶対8出てくる。うー、絶対出てくると思った。あ、何回。勝ちの無限期間になってるんじゃん。
いやライク低いんだけどな、意地でもパン食べたくないんだよね。いつこのライフがなくなるというか食費がなくなるかわかんないからね。うわあ、これはもう使うしかね。5っていうのがね、おらおらおら、もう寄ってきたら潰す。ほら来い、ほらよしよし、次何？うわこれ絶対落ちるやつじゃん。敵強すぎるよ。あ、バラスだって。いや港着いた。海賊の市場、あ海賊の市場なんだ。へえ。戦い中の海賊たちがここ。はいはい。トレーニングカードもあるんだね。あ、だから海賊の旗印みたいなのついてんだ。へー。買い物したいんだけどさ、これ売ったりはできないの？できないね。お金を集める手段がなさすぎない？気のせいか。あー、すまないお嬢ちゃん。考え事をしてて君のことに気づかなかったよ。巨大なガレオン船が港にやってるの。見なかったかい？戦利品を山ほど積んだ海賊、評議会の貯蔵庫に運んでいなかったか？海賊評議会ね。さ、だけどここだけの話、黒ひげは強大な力を得ようとしているのかもしれない。黒ひげだって。ぜははは、やね。なんか情報だけくれた。情報だけくれた。急に。なんかある。ご用件は？男性が砂時計団のことを尋ねてここやってきたと聞いたわ。ああ、マローのことだろ。覚えてるよ。彼はバラス港に来た時に足を怪我していたんだ。はあ。彼は調査してた海賊評議会の人物から僕を助けてくれたんだ。ああ、情報はやれないと。で、下に大男どもが、はいはい、海賊を大量に盗んでいったんだ。あー盗んでこいと。あー今度は海賊ナンジトに行くのか。へえ。っていうか敵の攻撃力高くてきついきついね。もうほんときつい。なかなか歯応えあるよ。これはこれでちょっとね楽しめそうな感じはあるね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。